どうもよしもと芸人、コタティン・ホフマンとネズミ先生です、フックーの一人と一匹でお送りしている占い番組です。さて本日はですね、イエス・ノー占いをやっていきます。好きな質問3つまでね、当てはめてイエスかノーかを楽しんでいただいてアドバイスもね、お付けい,いたしますのでぜひ参考になさってみてください。カードは左から1、2、3番で好きな数字は直感、絵柄などで 好きなものを選んでですね好きな質問を当てはめてみてください。まあねイエスが出たら嬉しいっていうね質問の仕方をしていただくと、えー、見やすいんじゃないかなと思ってますし決してね未来を決定づけるような内容ではありませんのでねこういう可能性がありますよ参考にしてねっていう程度で楽しんでいただけると使いやすいんじゃないかなと思っております。 さて、ここでまたね、お知らせを挟ませていただきます。まあ僕がね、個人鑑定を今ね、できない状況にいるので、代わりにね、すごい人がいらっしゃるので、もし個人鑑定を誰か頼みたいなと思っている方で、まあちょっと占いではないんですが、超おすすめの人がいるんで紹介しておきましょう。まあ令和のシャーマン、桜あゆみさんという方なんですがね、まあ以前ね、うちのチャンネルでもね、コラボを させてていいただいて、まあ、そのコラボ動画をねアップしてるんで気になる方見ていただきたいんですけど、まあ、その方がね、まあ、霊視ができる人でして、まあ、人の前世が見えたり守護霊が見えたりとかね守護霊と話ができたりとか、まあ、そういうね不思議な力を持っている方なんですけれども、まあ、今回ね8月また限定夏限定で8月16日までやってらっしゃる、まあ、特別メニューがありましてですね まあ、亡くなられたペットとか亡くなられた人と桜さんがこう通信というかねアクセスしてその方からのメッセージをあなたに届けるっていうのをね夏限定でされてるそうですとてもね格安な値段でされてるっていうのとでまたね別で前世を見てほしいとかね守護霊と話がしたいって方はね別でオプションで付けれるみたいなのもやってるらしいんでいろいろねそうやって悩みがあって悩みの 根源なんでこの悩みって解決されへんねやろうとか悩みの種この元になってる悩みって何なんやろうっていうのは前世から来てるる場合もあるんですよねそういったことを的確にアプローチして的確にねアドバイスをくれて改善に持っていけるっていうねことされてるんでまあこんなことできる人がね 日本に何人いらっしゃるのかってことなんですけど、それがもう桜あゆみさんできちゃうんで、まあ嘘だと思う方はね、怪しいなぁとか思う方、はい、大丈夫です。ぜひね、とても安い値段でね、やられてますので、概要欄にホームページ貼ってるんでね、よかったらそっから頼んでみてください。もう口コミとかもたくさん書かれててね、まあ、本当に凄さを実感されてる方たくさんいらっしゃいますしね。 リピートされたり、こう口コミで誰かを紹介したいって方もどんどん増えていっててね、本番もんです、はい。コラボ動画でもね、その一部の力出して、あの見て一部の力なんですけど、まあ、全部お見せできないんでね、まあ、かなりの部分を出してる動画も上げてるんで、まあ、それ見ていただいたらいいと思いますしね、ぜひぜひ本当におすすめで僕も見てもらったことあるしね。 本場もの力持ってる方はすごい人はこんなとこにいるでってことなんで紹介させていただいてます。ぜひ体験なさってみてください。もう100分は一見にしかずなんでね。もう本当に体験するとすごさがわかる方なんで。ぜひぜひ。うわ、こんなとこまでわかるんやってことをね。教えてくださいますよ。はい。で、さくらさんはですね、あの、YouTube もされてるんでね。まだね、登録者数200人しかいないんで、もっともっとね、 増えていった方が皆さんたくさんの人を幸せにできる方なんでぜひ皆さんの力でよかったらチャンネル登録もしてね応援してあげてください次300人を目指してね僕は勝手に応援しておりますのではい以上お知らせでございましたでは左の1番ですねチャリオットのカードを選ばれた方のリーディングに入っていきましょう1番の方はこのタロットカードで答えを出していきます で紫のカードで最後にアドバイスを出して締めていきますで。この3枚のカードが聖地が多い方がイエス。逆位置が多かったらノーという判断で出していきます。1枚目。ペンタクルのクイーンが逆位置。2枚目。ソードの10番聖地。さあどうなるか3枚目。カップの8番聖地。ということは、 スイッチが多かったんであなたがした質問に対する答えはイエスというね結果が出ましたイエスが嬉しいという結果捉え方で話を進めていきましょういやおめでとうございます素晴らしい結果が出ましたねまあねイエスが出たっていうことなんですけれどもどんな質問されたんでしょうかまあねなんかね一つのステージが終わりというか一つの環境場所での活躍活動が終了するなんてことに関することに 質問された方が多いのかなって印象ですね。うん。環境とか変わらない人であっても、なんかこの、なんていうかな、自分のそのね、一フェーズ、一チャプターが終わりを迎えて、次のチャプター、次のフェーズに移っていこうとされてる方。それの最終仕上げというか、もうすぐ卒業式というか、うん。 なんかそういう人生のターニングポイントに立ってる方、立ってることに対しての質問、関することの質問って感じがしたんですよね。ポイントはですね、お金よりもやりがいをあの取っていくというか、物質的なことよりも経験値、精神的な豊かさとか、経験値、うん、結果、成果よりも経験を取っていくとか、なんかね、形あるものよりもないものというか、 目に見えるものよりも見えないものに重きを置くことでイエスになっていくんだよって感じがするんでまあ例えばこれ恋人選びパートナー選びに対してもまあ経済力だけで選ぶんじゃなくてね見た目だけで選ぶんじゃなくてなんか一緒に行って楽しいな楽やな幸せな気持ちになれるなって人を選ぶと成功するというかねイエスになっていくというかなんかよく自分の欲にまみれたことを重き置いちゃうとうまくいかないっていう感じがするんで そういうういねなんていうんてだう、ね、やっぱり人間ってやっぱ欲を満たそうがねエキサイティングするし楽しいんだけどまあなんかねそういう欲に溺れる方向に人間ってやっぱりねいってうまくいかないことが多いと思うんで今回ね出た結果やっぱりねその動機心の純粋さきっかけを大事にしたりとかなんか精神性のなんか 美しさ、いうかなんかね、そういうね、純なる思いというか、なんか横芝でね、悪しき感情でとか、欲望の渦が巻いてる感情とか、かそういうのはうまくいかない感じがするんですよね。うん。なんか気持ちのいい、すがすがしい、なんかそういうフィニッシュの仕方というか、だから仕事もね、あの、嫌で、 ただ単に嫌な状況から逃げたいって感じで辞めるっていうことはよくない感じがするんですけど本当にいろんなことを学べて次に進みたいっていうねだからここを辞めるんだっていう意味で仕事を辞めるんだったら大賛成のイエスって感じがするんですよね。だからそういうねなんていうんかなそこの軸がぶれてないことに関してなんか質問されたというか そこの軸がぶれてない前提で。その質問したことが進んでいけば。イエスになっていくけれども。なんか金に目がくらんだりとか、欲に目がくらんだりとか。ただ単にその向き合うことから逃げるってことに関しては、脳になっていくって感じがするんですよね。うん、でも今のあなたって、そういうなんか。幼稚な感じがしないんで、もうどんどんレベル、レベルアップしていってて。もっと高みに向かわれていってね。 自分とか自分以外の人たちを幸せにしていくような方になっていくって感じがするんで、どんどんね、その純粋なる動機でもって、純粋なる思いでもってね、その質問されたことを進めていかれて、一つね、卒業していって、次にどん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 、アクセル全開で進んでいくといいって感じがするんですよね。決してその、だからよく,よくとかお金とかなんか結果とか、 そういうふうに走らなければ物事はどんどんイエスになっていって良い展開が進んでいくでしょうって感じがします。アドバイス。だからそれは大丈夫だから進めなさいよどんどん行きなさいよって言われてます。ただ動機が大事だよって。動,動機が不純だったらうまくいかないし仲間も集まらないしいい展開って起きにくいけど動機が純なるもんだったらどんどん進んでくださいってことで目の前にね。 ブレーキ背中のような状況とかどんどんなくなっていってスムーズに進めるような状況が作られていって仲間が現れたりとか,なんか何かうまいタイミングが合うとかねなんかそういったことがね展開起きていくんでどん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 ね物語が展開されていくんでもう大丈夫だからその質問したことを進めなさいただ動機の純粋さを大事にして進んでいくと 優秀になっていくから、うん、そこを大事にしたら大丈夫だよってこと言われてますね。うん、そうそう。だからなんか欲にまみれてるとうまくいかないけど、そういうことじゃなくて、ただ単に純粋にそれを経験したいとか、したいっていう気持ちがあるとかね、自分は、えー、なんかその物事と向き合うことから逃げていないとか、なんかそういうね。 そこすすごい大事なんですそこができてたらイエスになっていくけどってことをずっと言われてます。はい、でそこが整っているんだったらどんどん進めていってねイエスの先のねもっと面白い展開も作っていってくださいって言われてますよ。うん、その後にね結果とかお金とかね欲を満たすものもついてくるって感じがするんで順番が逆になるだけでねうまくいきにくいので参考になさってみてください。 では以上が一番の方へのメッセージでございました。ちょっとでも参考になったよって方はね、ぜひ高評価ボタンで僕に教えてみてください。そして今チャンネル登録者数5000名を目指してですね、日々動画を投稿していっております。皆さんの協力が必要です。ただ5000名達成した際にはですね、ごえー、個人鑑定を無料で何名かの方にプレゼントをさせていただくんで、興味がある方はぜひチャンネル登録者お待ちください。そして令和のシャーマンさくらゆみさん、YouTube されてますのでね、よかったら もうすぐっていうか今はまだ200人しか登録者数いないので次300名を目指してね僕は勝手に応援しているのでよかったら皆さんの力をねお貸しください登録してあげてくださいでまたねさくらさん個人セッション不思議なね力を使えるというね個人セッションやってらっしゃいます概要欄にホームページ貼ってるんで興味ある方はぜひぜひチェックしてみてください超おすすめですではまたね次回の動画でお会いしましょうまた見てねまた見ないよな、ね ビーチ,ュチューでは次あの前に水飲めこたちありがとうございますいやー水ねもう熱いねもうね命の危険感じますよねほんまこれはもうちゃんとしよなんかねやばいらしいですねちゃんとねあの熱中症ならんようにちゃんとしとし,しとかないと命の,あの危険もあるし なんか柔道になったらね、後遺症とかも残っちゃうって聞いたんで、本当にね、そんなにならんようにしていかなあかんなって感じですが、では2番の方いきましょう、えー。ストレングスのね、カード選ばれた方いきましょう。右上の紫のカードでアドバイスを出していきます。2番の方はこのね、赤いカードでやっていきます。全部聖地へ出していって、僕はね、直感でのイエスかノーかをはっきり伝えていきます。もう全部出しちゃいましょうか。 オルファンドって読むのかなこれとノープレイスライクホームとフレキシブル僕の直感でイエスかノーかを出していきます微妙ですねはっきり出なかったです、うん、イエスノーというよりも最初はノーやけどだんだんやり方が整っていって最終的にイエスになっていくって感じがするんですよね うん、だからね、複雑なイエスって感じがします。イエスは最終的にイエスになるんだけど、うん、途中まではノーが続いていくなっていう不思議な結果が出ましたね。詳しく言っていきましょう。やり方があってなかったりとか、環境があってなかったりとか、非現実的なね、やり方。もう短期的にすぐに結果が出したいっていう欲望が強すぎて、 計画が不十分になったりとか、行動が不十分になって、すぐにいい結果が出なかったりとか、そもそもそのやり方があってなかったり、環境があってなかったりしたら、どんだけ努力してもうまくいかへんって感じがするんで、そういったね、途中のプロセスの中で、いろいろ失敗を経験して繰り返していく中で、あなたの柔軟性であるとかね、やり方の技術が上がったりとか、適した場所をね、見つけていくとか、 そういった変化が訪れていくんですって。その変化の先に自分にとっての最適なやり方を見つけ出していって、最終的にはイエスを掴み取っていくって感じがするんですよね。そこに至るまでの必要な経験が脳の状態で続いていく。でもその脳はあなたにイエスを掴ませるため。で、イエスになった時に、 それを継続して発展させていくために必要な経験とか技術とか知恵知性を身につけさせるために脳の器官を用いてあなたにいろんな必要な経験をさせていくからそこで諦めないでねって最終的にはイエスになっていくんだけどあなたを鍛えるためにその脳の器官を用いてあなたを鍛えていくからいろんな経験させていくから 諦めずに、ね、いろんなやり方試行錯誤でもって取り組んでいったら最終的にイエスを掴み取れるよってあなたがぴったりなあなたが活躍できる、えー、ぴったりな環境場所に行けるよってやり方を見つけることができるよっていうことを言われてます、はい、そういった感じのイエスだから結構ね重力合を制すというか柔軟性とか北風と太陽とかねそういう話がね 当ててはままるる方やなとと思います。損してとこを取るとかね。力で強引に気合や根性やストイックな努力やではうまくいかないんですよ。もっとね愛情とかね柔軟さとかそういうね知恵知性を働かすとかねなんかそういうやり方を今回身につけていってそれが身についた暁には最終的にイエスを差し上げましょうみたいな展開になっていくみたいなんでかなりねあの 高度なテククニックというかね人格も高くないといけないしいろんな経験がないとそういうのって身につけられへんしそう,いうそういう頭で理解してもね実行するなんていうその精神のたくましさとか知性って身につけるってなかなか難しいと思うんですよねだからいろんな経験しないとそのレベルっていけないと思うんででもあなたはねそれをいけるレベルまでもう来てるんでこれからねそのまあ脳の期間をね味わいながら自分のレベルをアップさせていくまあある種こう トレーニングジに通ううというかねもう筋肉ムキムキになれるだけの素材を持ってるんだけどなんかね十分にそのトレーニングをしてね体をえ鍛え上げていってムキムキにしていくために努力する経験するまあちょっと苦しい思いもせなあかんかもしれへんけどそれを経ていくために この脳の期間をこれから味わっってていくって感じすするんですよねだ,だから最終的にはあなたイエスになっていくし望みの結果を手に入れることができるから諦めないでねってそんなことで諦めずに必要なものを身につけるための経験なんだってちゃんと割り切って受け入れて進んでいってねっていうことをね言われてる感じがしましたアドバイスいきましょううん誰を許す必要があるのでしょうかっていうねカードなんか久々に見たんですけど。 これはね、うまくいかない現実っていうものに対して許しを与えていくっていうことをしていってくださいってアドバイス来てますきっとこれからね壁にぶち当たったりとか何でこんなうまくいかへんねやろって状況にぶち当たったりとか何で自分ってこんなダメなんだろうとかねなんでこんなに頑張ってるのに自分ってダメなんだろうってうねこう自分とか他人とか環境に対してねなんか許せないってなんか気持ちが湧いてくることあると思うんですよ。 それも必要なねトレーニングとしてやってきてるんでそこでいかに許せるねこの自分の度量を作っていくというか知恵知性を働かせていくというか精神力をたくましくしていくっていうことを試されてるというかトレーニングしていく期間に入っていくか多分そういったこといっぱい起こると思うんですよで最初はやっぱりね感情的になってしまったりとか受け入れるのが難しいと思うんですよね それでいいんですよ。で、それをね、何回も何回も繰り返していくと、だん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 、このからくりが見えてきてですね、あ、こうしたらいいんだ。で、自分も強くなっていくんで、期待上げられていくんで、あ、じゃあこうやったらこうなるなっていうことで、少しずつね、やっぱり向上していくんですよね。強くたくましくなっていくんですよね。で、だん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 許せるようになっていって、気づいたら柔軟性が上がっていた。視点が増えていた。視野が広がっていた。俯瞰して物事を見れるようになっていった。 自分の人間としての器が大きくなっていったってことにね後で気づくと思うんですよ気づいたら同じことで腹立たんようになったなあれ昔問題やって思ってたこと今問題っていうふうに問題視しなくなったなあれ問題解決したっけなんか解決してないけど別に問題と思わなくなったなじゃあこれほぼ解決してるのとほぼイコールやみたいなねなんか気づいたらそういうふうになっていくっていうのがやっぱり人間の変化進化やっていうふうに思うんで なんかそんな風に進まれていって最終的にイエスになっていくってことなんで,で後で振り返ったらあのつらかった日々も楽しかったらいい思い出やったなって思えるようなねそういう状況になっていくやっぱ終わり良ければ全て欲しいでね終わり良かったら振り返った時にねここに来るための幸せになるためのプロセスやったんだと思えたら結構ね振り返ってねあの格好を笑えたりとか受け入れることできたり楽しかったなって思えたりねなるんですよねなんかそういういことに関する ことで質問されたんんかなって感じがするんでただこれからあなたにねやってくるまあ苦しいことあったとしても必ずあなたが乗り越えられるだけのものしかやってこないから幼稚園の子にね家を建てろなんていうね無理難題振ってこないから小学生でも何でもいいんですよ中学生でもねその年齢精神力体力に応じたできる課題しか振ってこないように絶対になってるんで こ法則というかもうそういう仕組みで動いてるんで、この世はね。はい。だから安心してください。ただ自分は少し頑張らないとそこをクリアできないっていうね、もう絶妙な負荷をかけてくるんですよね。そうそうそう。だからそこにくじけずに行くっていうこと。くじけたらまた同じような状況をめぐってきて、再チャレンジ再チャレンジ。できるまで同じようなことが繰り返してね、チャレンジしなさいよっていうことを、 課題を与え続けられていきます、はい、クリアしたら進んでいくできなかったら何回でもチャレンジできるってだけの話です絶対にそうなってますこの絵はこの愛でできてるんでそういう仕組みが働いてるんですね詳しいことは今後さくらさんのコラボ動画でね解説までしていきましょうこの話はねはい占いとちょっと関係なくなってくるんでそこは今深掘りしませんがはい何せそういうふうになってるんで 何回もね挫折して失敗して諦めかけたり諦めちゃったりっていうのもね必要な経験で起きるんでそれをダメだなーって思ったりねしなくていいんですよ。自分はそれがあそこで諦めるって経験をしたかったんだな。うん、でまたいろいろあったら何、まあ、かやりたいなーと思ってまた挑戦したいなーとかなってくるんですよね。終わりがないんでこんなものに。いちいち一1回一回の失敗をね深く考えて落ち込んでも意味がないんでというか意味がないとかしんどいだけじゃないですか。 そういった、そういうところも許せるような自分というものもね、気づき上げられていくんじゃないかな。どん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 人としてね、成長していって、豊かになっていく、生きやすくなっていく。うん。かなりね、壮大なストーリーがね、始まっていくんじゃないかなといううに感じたんで。はい。ぜひね、参考になさってみてください。最終的にはイエスになるでしょうという結果でございました。 でね、今回の結果、ちょっとでも参考になったよという方はね、ぜひ高評価ボタンで僕に教えてみてください。そして今、チャンネル登録者数5000名を目指してですね、日々動画を投稿していっております。5000名達成した際には何名かの方に個人鑑定を僕からプレゼントさせていただくんでね、ぜひチャンネル登録者お待ちください。そして、令和のシャーマン、桜あゆみさんがですね、夏限定の特別セッション、それから YouTube もされております。全部ね、ホームページにあのとかもね、 URL、チャンネルの URL もね、概要欄に貼ってあるんで、ぜひチャンネル登録して応援してあげてください。そして、興味ある方はぜひ個人セッション頼んでみてください。必ず、もうびっくりしてね、満足して、ついついリピートしちゃう、なんてことね、やっちゃうと思うんで、なぜならほんまもんだからです。はい。はい。中途半端な力の方ではないからです。はい。興味ある方は見てみてください。 ではまた次回、えー、次回の動画でお会いしましょう。何関連のてめえは。バイビー、ありがとうねー。また見て、ね、めっちゃ噛んだねー。子たちにね。噛むな、水飲みな。ありがとうございます、ほんとに、はい。噛むよね、はい。噛む噛む。なんか、お芝居のね、仕事とかではあんま、ほんま,ほ,んまほぼ噛んだことないんですけど。はい、もうね、噛みます、こういう時 <laughs> いろいろありますね。はい。何の話はすいませんね。いろいろ言っちゃってね。はい。では3番の方いきましょう。8オブエア r の方いきましょう。紫のカードで最後にアドバイスを出して締めていきます。3番の方はこのカードで、えー、出していきます。全部ね、正位置い直して出していって、僕の直感でね、イエスかノーかを出していきましょう。まずはテールズマン。リスニング。 フィールドオブドリーブズっていう夢の畑というね、カード出ました。どうやるなまあまあ、出ましたね。行きましょうか。ではね、あなたがした質問に対する答えは、イエスでございます。イエスが嬉しいというね、結果で話をしていきましょう。なので、おめでとうございます。何を質問されたんでしょうか。非常に良いですね。非常に良いです。夢の畑なんてカード出てますからね。めちゃめちゃええやんってことなんですけど。 まさにね、夢に関することを聞かれているんだらば、その夢は叶うよ。うん。仲間が集まるよ。応援が集まるよ。まるで導かれてるかのように物事が展開していって、そこのイエスのね、夢が叶うっていうところにたどり着けるよってこと言われてるんで、どんどんね、あの、一人で決断してね、覚悟を持って行動していけば、その夢は必ず叶うよ、みたいなことをね、言われてます。 まあ必ず、ちょっと便宜的に言いましたけど、絶対のか必ずはね、うん。まあないじゃないんですけど、うん、あるっちゃあるんですよね。うん。まあこういう話したらなんか話複雑になるんであれだけど、うん。でね、イエスの占い、まあもう占いやっぱりね、未来を決定づけるものではないので、はい。自分の心の中のね、声を、 確かめる心の羅針盤の向きを確かめるためのヒントとして使ってくださいねいろんなメッセージ言いますけどなんせ今回出たあなたの夢は叶う叶う流れにあるよって、うん、叶うから一人ででもね叶うまではね一人で進んでいく感じがするんですよ一、うん、人で決断して覚悟を持って行動していくっていうことがなんか必要な時期がね用意されてる。 ふうに見えるんで、そこを進んでいったら最終的にね仲間に巡り合えたりとか、なんかそういうふうな、えー、景色が見えるんで、そういうふうに進まれていく道のりなんかなって思うんですよね。ただなんかねだからね最初の一歩踏み出す勇気であるとか、わこの道で合ってんのかな半信半疑やなっていうねそれでなんかね各 訳されててなないい確信が持てない不安な要素もある中でいかにそこを受け入れて割り切って決断して覚悟を持って進んでいくかっていうまずねそこから試される感じがするんですよねもう恋愛仕事夢何でもいいですよ何に関しても不確定なものにトライしていくっていうのがね一つ法則なんですよね100%未来見えてますよこの未来しかも変わりませんよ 安全ですよ。さあ、進んでください。絶対幸せになります。っていうことで言っちゃうと、人間って安心してね、あの、怠けてしまったりとかして、一切感動できないんですよ。で、それを目的で生まれてきてないというか、いろんな経験、感動したくて生まれてきてるから、そのために生かされてるんですよね。いろんなこのサポートが入って。だから、うまい具合ね。 先が分からないようにしてなんか不安やなーって迷うなあってんのかなーっていう状況で進ませるっていうことにもうこの世の作りになってるんでその状態でも進むかってことをね一つ試されてる感じがするんですよねで進んでいってもちろん失敗することもあるんですよ、うん、これがまた面白いところでねじゃあ勇気を持って踏み出したら全部成功するかそうじゃないんですよねだから余計ね またた新ししい一歩踏み出すすっって不安になったりもするしでもそこも含めて楽しんでね経験してねってことで用意されてることなんで本当にあなたがその夢を叶えた今質問したことをイエスにしたいって思いがあるなら思い切って踏み出してみな経験してみなって言われてます。でその先に何かね自分の本音本心が 聞こえるというか、本音本心を確認するようなことも起きてくるんですって。自分の中で。ほんまにこの道進んでて、進み出すまでにも葛藤があるけど、進んでからの道中でも葛藤があるんですって。ほんまにこの道でいいんだなって。満足するんだな。幸せなんだなっていう。で、きっとね、 あのその道が合ってるっててるいううう風に自分で思うと思うんで思思とんすよなんかね自分の中で対話ができて自分との対話の中であこれ楽しい好き合ってるもちろんこれで幸せやってことを確認できる,るようなプロセスがね途中でありそうなんですよ。でその域に入っていくとあもうこれ夢叶っても叶わんでも今が楽しいからどっちでもええわって思えるんですって。 で、そこのゾーンに入った人、大体叶うんで、不思議なんだけど、これ。で、そのままね、もうどっちでもいいやって、心の底から思わないと意味ないですよ。これね、いつも言うけど、僕だから、知識としていつもねい、いろいろ知ってるから言うけど、仏教の教えと一緒ね、仏教の教えをみんな、経典があるから、それをなら理解できるんだけど、得得する。体で全部ね、落とし込んで、得得するまでに、 すごい難しいんですよ。人間の煩悩本能と戦わないといけないからね。それと一緒で、ね、何もね、叶っても叶わんでもどっちでもいいっていう状態だったら最強で叶いやすいって分かってても、なかなかどうしてなれないんですって。やっぱり叶えたい、叶わないの嫌だっていう感情が、どっからともなく湧いてきて操作できないんですよ、そんなもんは。でも、いろんな経験をすると不思議と、 自然体で心の底から本当にどっちでもいいって思える瞬間が来るんですねそこに入った人はまあほぼ叶うと思います多分その道を進んでいかれるんであなたで最終的に叶っちゃうっていうようななんかそういうイエスが見えますねこれがね人間難しいとこ,とこですようんこんだけ脳みそ発展して,してね発達していて いろんなすごい人がねいろんなありがたい教えを残してこられてていろんな書物も今世の中にあって知識でいろんなことわかるんだけど結局ね体現得得体現できる人ってほんの一握りしかいないんですよねまあ、できないからあんだけ教えがずっと中に言い伝えられてきてるんですけどポイントそこなんですよね知ったからって何も変わんないですよ、うん、行動して何もなんですよねそこを押さえといてください 知識増えたところで何にもほぼ変わらないです。それをね、どんどん落とし込んでいった人だけが、なんか道開かれていくってことなんでね。そこを誤解なさらないようにされるといいでしょうって感じがしました。アドバイス、トラベル。結構ね、頭の中がね、いろんなことで、いろんな興味、関心ごと好奇心でいっぱいな感じがするんですけど、時間は有限であるし、 今この瞬間って今一生で今しかないんですよね。いやいや来年の同じ日、まあ今日が8月1日やとしたら、来年も8月1日来るや何言うてんのじゃなくて、今日の2024年の8月1日は今日この瞬間一回こっきりなんですよ。来年の8月1日は同じように夏来るけど、ち同じじゃないんですよね。もっと言うと、1時間後のあなたも、 もう全然違う人なんですよいやいや一緒や何言うわけわからんこと言ってんのじゃないんですよ。これ本当にこ話を深めていくと本当に1時間後の自分も違う自分なんですよね。それだけずっと変化していってるんですよ。で人は必ず死んでしまう。でたかが生きて100年ぐらいでしょ。たかが数十年とか100年ぐらいの短い期間しかないんですよ。でその中で若くて健康に。 活動できる期間とかね。いろいろそうやって細かく見ていったらね、とっても少ないんですよね、この世を生きる時間ってね。で、頭の中ではいろんな欲望とか、過去興味、関心、好奇心が湧いてるものがあって、どれから手をつけたらいいかなって悩んでたら、どんどんね、その人生をプレイする時間が減っていくんで、チャンスも減っていきますよね、もちろん。行動。 い,いくらなんていうかなたくさん打席に立った方がホームラン打つ可能性高いみたいなもんでやっぱりね時間をフルに使ってどんどん行動する人の方がチャンスつかみやすいし夢叶いえやすいし豊かになりやすいっていう部分はあると思うんですよね1 0 0の話じゃないんですけどだから時間は有限だよ限りがあるよあなたも この限られた時間の中で収まらないぐらいいろんなことにね興味関心があるかもしんないけどとりあえず優先順位をつけてこれやっていうものをまず選んでやってみなさいって言われてますねアドバイスが、うん、もう他のことよりもなんかこれが頭一つ出ていいなと思うこれやっていうものを選んでどんどんやっていく 全部は一気にできないしひょっとしたらこの残りの人生でね全部できないかもしれないでもその中で一番これだけは抑えておきたいってやつはすぐに行動に起こしなさいみたいなね、うん、優先順位をつけてこれっていうものを何せやっていく、うん、そのねフットワークの軽さライトさ軽さとライトさがねすごい大事やでーってこと言われてますよ、うん、そしたらね 本当にあなたにとって必要じゃないこと。興味はその時点であったけど、後々別に必要じゃなかったなんてことが、勝手にね、自然淘汰されていくからって。大事なものはやっぱりね、あなた分かってるんですよね。てかみんな分かってるはずなんですよ。これやって、自分にとってこれやってものね。それを出し惜しみしないというかね、後回しにせずにね、最優先にしてやっていく。そんなアドバイスが来てるんで、ぜひね、どん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 、フットワーク軽くライトにね、 これやっていうものを選択してすぐに行動なさっていってみてくださいそれが最終的にあなたの質問したことをイエスにしていったりとか何か夢が叶うってことがね起こりそうなんでぜひ参考になさってみてくださいでは以上がサンマの方へのメッセージでございましたちょっとでも参考になったよって方はぜひね高評価ボタンで僕に教えてみてくださいそして今チャンネル登録者数5000名を目指して日々動画を投稿していっております 5,000名達成した際には個人鑑定を何名かの方に無料でプレゼントさせていただくんで、ぜひチャンネル登録してお待ちください。そして今ね、令和のシャワーマン桜あゆみさんがですね、夏限定の特別個人セッションやってらっしゃいます。8月16日までやってらっしゃるそうです。亡くなったペット、個人ですね、人に桜さんがアクセスをして、その人からのメッセージをあなたに届けますっていうね、とても格安な値段でされています。 またね、前世見てほしい、守護令と話したいという方もね、オプションでつけれるようなことやってらっしゃるんで、ホームページ、概要欄に貼っております。興味ある方、注文なさってみてください。超絶おすすめの本場門の方です。これね、もう言葉で何も言ってもね、伝わらないんですよね。もう経験してもらった方が早いんで、ぜひ経験してみてください。絶対プラスになります。でね、さくらさんは YouTube もされていますが、 登録者数がね200名ほどしかねまだいらっしゃらないんで次はね300名を目指してね僕は勝手に応援してるんでぜひ皆さんの力でねよかったら300名に、ね、なるように登録してあげてほしいなって思ってますそしたらね桜さんの活動もどんどん広がっていってですねどんどん皆さんがこう幸せになっていけるようなねなんか活動も増えていくんじゃないかなと思ってるんで興味ある方ぜひ協力なさってみてください さあ今日はねイエスの占いでしたがいかがだったでしょうか、まあ、たまにねイエスの占いはまあ定期的にやってるのと、まあ、あなたに必要なメッセージとかもね定期的にやってますが、まあ、大体ねでもねテーマがねやっぱりこんだけねもう1000何本作ったっけトータルいろんな全部合わせた10004500本作ってるのかな動画もうテーマがね何にしようかなと思うんですよね、まあ、テーマなんてこれお占いはね同じようなテーマでいいと思うんですけど まあそれでもねちょっとマイナーチェンジして変わったテーマにしてもいいんだけどね変わったテーマにしすぎたらね見なくなるんですよねそうそうある程度ベタなとこを攻めないとあの見てくれないっていうのもあるんでだからよかったらね私こんなテーマで見たいですってリクエストをくださるとねめっちゃ助かるんで全部は採用できないんですけどねよかったらこのテーマで見てくださいみたいなのもねくださると嬉しいですはいよかったらそんなコメントもしていただいて だけますでででしょううかということで、はいこは本日以上で締めたいいと思まますまたね、次回の動画でお会いしたいと思っております。まあ今、撮影は8月にしてるんですけどまあまあ暑いですがね、できるだけたくさん動画を撮ってね、アップしたいなと思ってるんで、よかったら見てください。皆さんの視聴がないとね、見てくれないと続かない動画でございますのでね、そこのところよろしくお願いいたします。 ではまた次回の動画でお会いしましょう。また見てねまた見ろよな、服。バイビーチューチュー。